まずはシングルマッチ30分一本勝負、藤原組石川祐希対池田大輔の一戦ですが、で、ね、田辺さん、はい、この試合が組まれたっていうちょっと理由があったんですよね。とりあえず最初ここにですね、はい、FMW 女子のタッグマッチを予定したんですよ、はい、そしたらですね、 FMW のシリーズ中にあのタッグマッチに出る予定の選手が4人中3人大怪我して出場できなくなってしまって、はい、正直言ってそれ困っちゃったんですよ。そこで我が親友島田振りの方に頼みましたところ、2つ返事を受けまして、ボンナカなんですね。そうなんですよ。やっぱり人が困ってるのは、クラブを助けるのが男の意義ですよね。女性業界の人、者同士が助け合い、助けられる、はい、これがまあ人ですね。そうですか、はい、初めて藤原組のね、この試合を見るファンの方もいると思うんですが、はい、この石川対池田ってどこの、こう見てほしいっていう、下田レフリーからのポイントなんですか。そうですね、やっぱり隣に池田選手いますけど、はい、長身から繰り出すキックとソフト、はい、まあ、関節はまだまだ荒いですけど、あと石川のやっぱグランドテクニックですかね、まあ、そういうところを見ていただければ嬉しいと思いますけど、はい、ね、池田選手がね、やっぱりこういう道の区の、ね、超満員の名古屋の、やっぱりこれやっぱ一戦一戦ね、まして先輩の石川選手を破ったら、これ一番気持ちいいですなと思うんですが、組まれて、ね、カードが急に決まれたわけですけども、でもどうでしたか、決まった瞬間は。瞬間はもう打ち殺したる。そうですか。やっぱりね、今島田龍が言いましたけど、やっぱこの石川選手のここは気をつけなくちゃいけないっていうこういったところでしょうかね。蛇のようなしつこさ。しつこいんですよ。しつこい。はい。逃げられない。食らいついたら、もうネチ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 食うんですよ。多分夜も。仕事でフリー一発目からありがとうございます。次長、まあ、次長はやっぱりこのね、その藤原組第2の石川の次っていうのが藤原組っていうのは非常に若手がいますけど、これはポイントだと思うんですが、次長が見たこの石川対池田ってはどうでしょうか。まあ皆さん若手の皆さんね、すごくいいんですけど、はい、だからやっぱりなんていうか個性がね、やはりこれはこの人はこれだっていう個性がまだそこまで覚えるまで至ってないと思うんで、はい、皆さんの間で、だからそういうのがやっぱり出るようになったらいいと思うんですけど。そうですか、ね、まあ、試合ですけどもね、藤原組第2の男といえばこの石川祐希ですがね、その3人目をめぐって若手のサバイバル競争が続いてますけども、ああ教えてもらいましたね、はい、館内からね拍手が沸き起こってますが、初めて見る方ね、この赤いねタイツ、そしてシューズが池田大輔選手で、黒ね、そして黒のシューズが石川選手ですが、田辺さん、はい、この藤原組の準々たる試合っていうのをですね、名古屋地区で行われるというのはこれ島さん初めてですよね。そうです、藤原組は、はい、そうですか、意外ですね。実は今回の島田さんにこの泣きついたのも、実は名古屋の今回、まあ、週刊プロレスの方のファンクラブのプレッシャーが一応、まあ、形の主催なんですけども、そこの方からですね、藤原君の試合を見たいっていう声があったんですよ。で、島田さんに相談したところ、じゃあうちも、まあ、名古屋でのそういう、なんていうか宣伝活動の一つになるからと、はい、いうところで、まあ、やっぱうちもやっぱ恥ずかしくないカードなんで、ちょっと石川が自ら俺が行くと言ってくれたんで、で対戦者も、まあ、池田の方が俺がよろしくって言われて、組長もじゃあ組長買ってくれってことなんで、じゃあね、池田選手そういう 経緯がありましたから、不安から盗まれてねいけるっていうのはこれは嬉しいですよね。藤原組のね名をね、やっぱりね一人の方ね、不安をね、そしたらもう10人20人でね広がりますからね。そうですか、まあ、激しいグラウンドレスリングが続きますが、次長、はい、でもそうやって道のプレスもね、10人ね、そして何百人っていうファンをやっぱりハートを捉えたわけですから、うん、藤原組も同じことが言えますよね。そうですね、名古屋のファンにとっても非常に得をした気分でしょうし、はい、まあ、UK ってあんまり言葉使いたくないんですけど、結構やっぱ UK っていうのは非常に行くところが、まあ、限られてますので、大都市中心ですね、はい、そういう意味では結構初めて見るファンが多いんで、はい、それは非常にいいと思いますね。そうですか、まあ、そういった経緯がね、このカードが実現したということで、ファンは待ってたということですけどもね、さあ、睨み合ってる両選手、さあ、足を取りに行った石川、左足を今、取って、ダウンを奪っています。ここら辺がちょっと池田の甘いところなんですね。すぐちょっとやっぱタックルされて失敗して、はい、それカバー握れないところがまだまだですよね。簡単にちょっと捉えちゃったところですか。池田選手、今のどうでしょう、コメントは。ごもっともです。そうですか。
取らせちゃいけないわけですね、今のところね。そして逆にその石川を腕式が50条になった体勢ですが、ロープブレイク。みんな石川選手と対戦する間はいいんですけど、攻めてるようで攻められてるんですよね。なんか本当にねちっこいんですよ。ということはもうスタイルが、そうですね、はい、あの石川祐希選手はそういうスタイルなんですよ。新日本の長岡選手とか石川選手とかもやってますけど、まあ、やってると何か勝ってるのか勝ってないのかよく分からない、ちょっとのらりくらりみたいな戦法なんですけどね。組長を真似してるのか、組長になってるのか、あ、影響力が大きいんでしょうかね。さあ張り手見舞うが2発3発前へ出る池田、逆にキック、いいですね、右ハイキックは後頭部へヒットしました。ダウンを奪って2つ目ダウンですね。はい、伊賀選手今のは的確に当たったじゃないですか。はい、狙い通りです。そうですか。ここでね前へ出てラッシュしたいところですが、そう今言ったようにその石川選手ののらりくらりが出ると怖いですけども、膝十字ですね、ボール上げる左足、リング中央ですけども、やっぱり田辺さんなんかもね、はい、リングルーチャーやってますし、はい、いろいろその他団体のね、上がってますけども、やっぱりエルボンすごいあるんじゃないですか、リングとして見ても。そうなんですね、もうかなり僕から見たら異種格闘技の世界なんですよ。なるほど、もうこういったチャレンジングやってみたいですね。そうですか、でもルチャリングもね、はい、関節技結構主体なんで、ありますからね、では割とこういう融合するというか、はい、感じがあるんですね。共通点もありますよね、決して違和感はないと思います、ただあの島田レフェリー瞬時に決まるっていうところは、はい、スタンジャー組とか持ち味ですよね。ずっと見てないといけないので、レフェリーしてる時も大変ですよね。そうですよね、ブレイクさせたりする瞬間とか、一番やっぱり選手で汚い選手になると、ブレイクしていた瞬間にグッとやるやつがいるんですよ。もうプレッシャーかけるともうコンマ何秒みたいな感じですね。あとアキレス腱固めで絞り上げる石川、ローグブレイクで逃げた池田、池田選手今言ったようにその、ね、チャンスかなと思った時に逆転技で食らったら負けちゃったらすごいショックでしょ。すごいね。だからやっぱりいいペースで最後、まあ、勝ちを拾うのが一番いいわけですけどもね、今のねそばってなんかも非常にいい当たりでダウンを奪いました。次のダウンですね、はい、石川選手結構ウカウカしちゃんないですね、ダウンカウントが入ってさ、池田選手張りでバックへ回ってジャーマンスープレックスホールド、ここからのつなぎがあればいいんですけど見ちゃってるんですね。なるほど、そして2発目を狙うがちょっと体勢崩れて、しかし その逆に石川が池田の右腕を絞り上げてますね。先ほどね言ったようにチャンスがねピンチに変わりましたけども、池田選手今の自分のファイトどうですか。ちょっとかっちょ悪いですね。そうですかバックしかし勘抜きで スープレックスからあっと素早く腕ひしぎ逆十字、左腕を絞り上げるぐいぐいと逆十字、ここでゴングが鳴りました。8分18秒逆十字固め石川祐希、池田大輔を下した。